J リーグのすべてのクラブを救いたい。 J リーグのすべてのクラブで J1 優勝を目指すシリーズ1クラブ目はベガルタでスタートしております。意外と J1 優勝が遠いこのシリーズ、フォワードが少し弱いんですが、若手を育てているので成長はしっかりしております。さて、新シーズンに向かう前に前回からお話ししていた通り、稲本さんが引退となりました。グラフがかなり大きい大黒柱が抜けます。このグラフの大きさの選手がいなくなりますから、少しチーム総合力は下がるかもしれません。ですが J リーグの中では一番グラフが大きいのはベガルタではあると思います。さらにはスカウトも引退、日本人選手だけならユースを見つけてくる能力が高い人だったので代わりの人を探さねばならないという状況ですが、問題ないでしょう。では次のシーズンへ、4年目になります。公約は無事達成し、クビになることもなく、総合評価は最高の S ランク、さらに人気が上がります。スポンサー契約は22億ほど、メインスポンサーが変わり一気に増えております。コーチはいい人材なかったので、微妙な人をそのまま更新し、スカウトも良い人材なかったのでシーズン中に探すことにしております。公約は興行収入アップ、解雇条件がリーグ10位以下なのでこちらが決め手となりました。それに合わせプロモーションプランを最高クラスのものにチェンジし、監督スタイルはセラピスト、回復系の固有アビリティがあるものにします。ユースはそこそこ良い選手が2人入団しましたが、育てるのに数年かかるので多分育てないでしょう。続いてキャンプですが、2月だけはお金をかけます。5億円で沖縄へ、効果が高めです。その後キャンプから帰還、これが現在の総合力ですが、稲本が引退したわけ、少し小さくはなりましたが問題はなさそうです。成長したことで抜けた穴が埋まっている感じでしょうか。稲本が抜けた穴はベガルタの在籍選手田村が代わりにスタメンに入ります。シーズンがこのままスタートしましたが、これでは結局勝ち点を取りこぼし、また2位から3位になってしまう。ということで4月、良いコーチが現れたので一新します。ポリシーの範囲が一回り大きく、能力も最高クラスの人に変えました。さらにサミュエル・エトーをレンタルで獲得しようとします。あまり値下げ交渉はできず9億かかりましたが、1年間のレンタルに成功、今シーズンで優勝を決めにかかります。エトーが入ってくるまでの成績は全勝していますが、得点が1試合でに得点取れるレベルでちょっと不安な攻撃力。5月にエトーが入団、即スタメンとなります。優勝するための最後のピースが埋まったベガルタ、一気に得点力が上がります。そこから J1 は半分を消化、得点力は上がりました。首位で折り返します。さらに7月、マリノスからマルキーニョスを獲得、マリノスを弱らせます。なりふり構っていられないベガルタ、勝ち点差は7に広がった。第24節、マリノスとの直接対決。これに勝利し、広島が変わって2位になります。広島に負けなければ問題はないか。しかし最終節、勝ち点差が3にまで縮められ、負けたら優勝を逃すかもしれない状況になります。左へ出します。どうでしょう、これ合わせた藤ヶ谷、これはよく防いだ。ボールはゴールマウスを恐れました。ここは左へ、藤原ドリブルで突き進む。
パワーチャージ。後半4分、素晴らしいテクニック。西、ボールを離しません。ベガルタ、中央から突破を図る。平塚、おっと決めてきました。平塚、均衡を打ち破るゴール。ゴールキックで再開です。西、パスを出します。角田、佐藤、いい動きです。さあ、いった、おっと決めてきました。追加点となるゴールゲット。角田、左にパスを出します。抜いた、来た、決まりました。ベガルタ、さらに得点を重ねます。0対3。藤原、これがチャンスになってどうか。高梨、いいカットを見せます。ここでホイッスルです。ベガルタ、この瞬間に優勝決定。スタジアムが割れんばかりの歓喜で揺れています。チーム一丸となってこの栄冠を手に入れました。選手が改めてサポーターに優勝の報告をしています。本日はベガルタ優勝を決めた試合をお送りしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。4年目でようやく J1 優勝となりました。圧倒的なフォワードがいれば一気に改善すると、そういうことだったかもしれませんね。これで違うクラブに行けます。ということで、富士ベガルタでの J1 優勝を果たし、世界大会もありましたが、今回の目的ではないので、それは適当に済ませて、次のシーズンに向けてベガルタから離れる準備をすることにします。チームを J リーグで一番大きいグラフにすることは簡単でしたが、得点力不足というのが響いたせいで、J1 優勝まで4年かかるという結果でした。これは勉強になったので、次に生かすことにします。次の課題はまたいろいろ出てきそうですけどね。そして結構ベガルタでのプレイでエネルギーを使った感じがします。意外と大変だったなと。さらに個人的な話ですが、サカツク04の選手名鑑をコンプリートするプレイを終えて、一発目のサカツクなので疲弊している自分がいます。なので無理しない程度にプレイをしていこうと思っています。他のゲームの動画が上がっていたりすると思いますが、そういうのも見ていただけるとすごい嬉しいんですよね。本音としてはこのゲームに関してはのんびりとプレイをして、いくつかクラブを回ってみることにします。その先は無理に考えないようにというスタイルにさせてください。楽しく新鮮にプレイすることを最優先に考えますね。この企画も同じことの繰り返しになると飽きてしまうので、そのあたりの感覚をちゃんと持ちながらになるでしょう。とりあえず次に向かうクラブはある程度決めていて、 J2 の弱いクラブに行こうと思っています。違ったプレイになるでしょうし、新鮮なプレイはできるはずです。ということで、ベガルタ仙台でのプレイは終了。J2 クラブを監督の能力で救えればと思っています。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.